松原人氏は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、国家公安委員会委員長、拉致問題担当大臣、内閣府特命担当大臣、国土交通副大臣、衆議院予算委員長、衆議院海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長、衆議院北朝鮮による、 拉致問題等に関する等に関する特別委員長、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長、民主党国会対策委員長代行、民主党国会対策委員長、民主党東京都連代表、東京都議会議員等を務めた。東京都板橋区生まれ、東京都立豊島高等学校、早稲田大学小学部卒業。大学在学中は経営史を専門とする。 とば金一郎ゼミと早稲田大学人物研究会に所属していた。大学卒業後、松下整形塾に入塾。1985年、東京都議会議員選挙に新自由クラブ公認で大田区選挙区から出馬するが落選。1989年東京都議会議員選挙に再度大田区選挙区から無所属で出馬し、初当選した。当選後、 自由民主党に入党。1993年東京都議会議員選挙では自民党公認で再選するも直後に自民党を離党し新政党に入党。無所属の中山義勝と東京都議会で会派、新政、友愛クラブを結成する。1994年の新政党会党により新新党決闘に参加した。1996年。 東京都議会議員を任期途中で辞職し、第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で東京3区から出馬したが、時点で落選。1998年、荒井正慶衆議院議員の休止に伴い実施された東京4区の補欠選挙に出馬したが、再び落選。2000年、第42回衆議院議員総選挙に、 東京3区から民主党公認で出馬し、当選。2003年の第43回衆議院議員総選挙でも再選。2004年、次の内閣で防災担当副大臣、科学技術担当副大臣に就任。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、東京3区で自民党の石原博士高に敗れたが、 重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、参戦。2007年、新潟県中越沖地震等大坂本部事務局次長に就任。2009年民主党代表選挙では、鳩山幸男幹事長の推薦人に名を連ねた。同年の、第45回衆議院議員総選挙では、前回敗れた石原に4万病町の差をつけ、比例復活すら許さず4戦。 2010年、都連副会長に就任。2011年9月、野田内閣で国土交通副大臣に任命された。合わせて、拉致問題担当大臣を兼任する山岡健二国家公安委員会委員長の要請により、拉致問題担当副大臣を兼任したが、自民党から反発を受けたため担当から外れた。同年12月、有志会の結成に参加し、 同会副会長に就任する。2012年1月13日に発足した野田第一次改造内閣で国家公安委員会委員長として初入閣。全民の山岡同様、拉致問題担当大臣、内閣府特命担当大臣も兼務した。同年6月4日に発足した野田第二次改造内閣でも留任となったが、同年10月1日、 野田第三次改造内閣発足に伴い、就任後9ヶ月で退任。松原自身は、退任にあたっての記者会見で、日朝の本協議が行われて、8月から始まっている中において、拉致問題担当大臣の任から外れることは、私としては、極めて心残りであると、悔しさをにじませた。同年十二月の第十六回衆議院議員総選挙では、 民主党公認、国民新党推薦で出馬。再び石原に2016票差で敗れたが、重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、5選。選挙後、民主党国会対策委員長代行及び国家基本政策委員会理事に就任した。2013年9月4日、国対委員長代行から昇格する形で、民主党国会対策委員長に起用された。 同月13日、民主党東京都連会長に選出された。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では民主党公認で出馬。再び石原に敗れたが、比例東京ブロックで復活し、6選。2015年1月に行われる民主党代表選挙では、元幹事長、細野武氏の推薦人に名を連ねた。 2015年2月から3月にかけて、松原の選挙区内で松原と松原の家族を、誹謗中傷する、差出日と、住所等付記載の大量の会文書が、大田区選挙監視オンブズマンという実態不明の、団体名で、大田区の都議会議員役議会議員、自治会長、商店会長、有権者、各種団体に郵送、ポスティングされ、3月11日、 警視庁電園長府警察署に被疑者不詳による名誉毀損罪の容疑で刑事告訴。2016年10月、民進党東京都連会長選挙が行われ、柿沢未踏破り、再選。2017年7月3日、東京都議選での民進党惨敗の責任を取り、民進党東京都連会長職を辞任する意向を表明。同年9月25日、 民進党に離党届を提出し、その後の会見で若狭勝る、細野武次らが結成を目指す新党へ参加する意向を表明した。民進党は9月26日の常任幹事会で党の結束を乱す行為として離党届を受理せず除籍処分とするとともに比例代表選出議員であることから議員辞任勧告を行うことを決定した。9月27日、 小池由里子東京都知事を代表とする新党、希望の党設立会見に、決闘メンバーとなる国会議員14人の一人として参加した。10月の第48回衆議院議員総選挙では希望の党公認で出馬。再び石原に敗れたが、比例東京ブロックで復活し、7戦。11月の希望の党共同代表選挙後の党役員人事では、 両院議員総会長兼大議士会長に就任した。2018年5月、希望の党の回答に伴い無所属となる。2018年、国と区を結ぶ政策グループ、頑張るを設立。元プロレスラーで、品川区議会議員、木村健吾らが加盟し、2019年4月の第19回統一地方選挙では、東京都大田区、品川区、目黒区より、 候補者を擁立した。2019年5月7日、会派、社会保障を立て直す国民会議に入会した。2020年9月3日、立憲民主党と国民民主党の合流新党への入党受付が締め切られ、9月7日には玉木雄一郎を中心とする新国民民主党に加わる国会議員の募集が締め切られた。 松原はこの時点ではいずれに対しても参加の意思を表さなかったが、9月14日、新、立憲民主党に入党を届け出た。ありがとうございます。